こんにちは、中島佐藤です。私が映画界入ったのが、1960年頃ということはもう、半世紀以上もずっと前の話なんですけれども、まあちょうど学生時代に銀シャークやったりなんかしててお芝居やってたんですがね、その時に、お前は悪いやつだという時に、東映で言えば新藤栄太郎という言葉が流行ったんですね。これはもう我々のグループだけの話だったんですけども、ちょうど東映映画が、のおばるがですね、新藤栄太郎さんが出てくると、最後はまあ歌右衛門さんや千恵蔵さんや金ちゃんに切られる大悪をやって、そういう意味で東映で言えば新藤栄太郎、お前は悪いやつだと、こういう言い方が流行ったのを覚えております。で、よく考えてみると新藤栄太郎さんの映画はほとんど見てなかったんですけれども、なんとなくそういう言葉でこの悪をね表現してたというのかな。まあ東映の映画というのは完全懲悪、いい方が悪いやつを最後は必ず叩きのめすというのが東映画の時代劇の、もうこれはもう徹底的な伝統でしたので、その悪い方にもこの存在感のあるすごい人がいないとですね、叩き切る意味がなかったんだろうと。そういう意味でまあ東映入って新藤さんと新藤栄太郎さんを見た時に、おなるほど、この人が大悪の新藤栄太郎さんかと、つくづく見た記憶があります。まああの新藤栄太郎さんって方は、決してその悪だけをやって俳優さんじゃなくて、当時の新劇活動もしてたし、俳優さんとしては非常に立派な方だったんですけれども、まあ東映映画では悪を務めてたと、こういうことで新藤栄太郎が悪の代表、代名詞的なね、我々の仲間の中ではまああったのを覚えております。まあ、新藤栄太郎さんというのはその後東映入って、あ、こんなにいい方だったのかというこのお付き合いの仕方が、したことがございまして、とっても本当に紳士ですごい人だったんですけれども、画面の上では本当のその東映の大悪を延々と演じた方だったですね。まあその下に、原健作さんとかですね、いろんなこの中悪の方々がたくさんいて、ですから東映の映画というのはこのスター陣もずっと揃ってたんですけれども、その悪の陣容がですね、新藤栄太郎さんを筆頭にずっと何層かあったという、こういうこの、そういうその配役陣だったですね、後で考えると。まあこのその新藤栄太郎さんに関して言うと、なぜかひどく可愛がっていただいて、ある時「君はの役者にならんか」言われたこともあったんです。まあまあその時はその丁重にお断りしたんですけれども、まあどこがどう見込まれたのか知りませんけど、東映の悪にちょっと向いてたのかな、そんなエピソードもございました。まああの東映の流れで言うと、その悪の系列というのが、なんていうのかね、この大きければ大きいほどその A 型が立つという、そういうまあ一つの考え方があったんだろうと思いますけれども、そういう意味じゃ新藤栄太郎という存在は、ある時期東映画の非常に大きな存在だったわけですね。まあその下に俳優座の重鎮だった遠野英二郎さんも、そういう形でその悪の方にですね、悪の方のキャスティングで東映映画に何本か出てらっしゃいます。ただこの遠野英二郎さんは学生時代銀シャークをやった時に大変俳優座の、まあ、重鎮としてですね、俳優座の中の存在が大きかったんで、
遠野さん頼ってですね、廃材行っていろいろお願いしたことがあって、その時に、まあ、学生ということもあったんですけれども、大変いろいろこう手配をしてくれて、例えば俳優座の衣装部さんに紹介してくれたりですね、なんかして、その頃から、まあ、殿さんとは、その顔見知りだったわけです、まあ、でその殿さんが ある時、この水戸黄門、水戸黄門シリーズをテレビで東映が作り出した時に、第1回のその水戸黄門が遠野英二郎さんだったんですね。ですからそれまでずっとワルを東映でやった遠野さんが、この突然映画たまりして、それも水戸黄門をやりになる、まあ、その頃撮影所で、ね、会うとですね、おいギリケンと大きな声で呼ぶわけですよ、僕の子ね。ふと、まあ、ギリケンというのはスタッフの人誰も知らないわけで、なんだギリケンって、ギリなんとかという言葉があるんでそっちと誤解されたようなこともあったんですけれども、遠野さんって方は非常に、ね、ひょっとして僕の本当の名前知らなかったんじゃないかと思うぐらい、どこでやってもおギリケンギリケンでね、ずっとお付き合いをしました。まあ、遠野さんが、その水戸黄門をおやりになった頃は日本ほど脚本も書かせてもらいましたけれども、まあその時はこの中島という名前とギリケンとは遠野さんの中では多分一致してなかったんじゃないかと思います。でも遠野さんにはいろんな意味で、まあ、学生時代からお世話になって、ただ僕が接したそのこの悪役東映のですね、悪を演じた方々ってのはみんないい人なんですよね。ある意味じゃそのスターさんよりも性格的にはいいんじゃないかなというような人たちがみんな悪をやってたという、それがまた東映の時代劇を支える大きな力になったんだろうなと、そう思います。まあ以来や、まあ、東映の映画というのは薬剤がになってもですね、それを終わるというのが必要になってて、ですからどうしてもその悪をやる俳優さんの大きさというのがその相手の大きさに通ずるわけで、そういう意味で非常に悪を演じる俳優さんを東映の場合は大切にしてたっていうのかな、うん、そういう側面はあったと思います。ただまあ、僕自身はあんまりこう悪を叩き切るような映画が少なかったんで、そういう意味での悪の俳優さんと、悪の俳優さんと、悪を演ずる俳優さんとですね、お付き合いがあんまりなかったんですけれども、まあ脇役の方々とはいろんな意味でその接する機会が多かった。まあ、学生時代に芝居やったってこともあるんですけれども、演劇場から来てる俳優さんが結構多かったもんで、そういう方々は癖のある役というと割と映画だったらシンプルなキャラクターが多かったもんですから、そうじゃない役はそのどっか屈折してたり、お芝居も難しいお芝居が多かったんですね。そういう意味でだから東映の映画を見るときに悪を中心に見ていくと一つ面白い見方ができるんじゃないかと思います。